のちゃん、金子でございます。ということで今日なんですけども、釣りに来ております。自分の船ではありません。今日はまあ勉強という意味も込めてですね、乗り合わせにお邪魔しております。この時期にうまい魚を狙いに来ました。まあ今まだ何とは言いません。釣れてからのお楽しみ、まあ釣れるかどうかも分かんないですね。で今日は夜に釣りに行くパターンですね。で今日の餌がですね、こちらのウタセエビというこちらの可愛いエビちゃんを使って釣っていきたいと思います。いやまあ釣れるかどうかね、正直半信半疑なんですよ。まあどうせボツやろうなっていう感じで、まあお酒飲んでスルメイカかじりながら、まあまあまあ夜ナイトクルージングも込めて、まあゆっくりやっていこうかなと。僕の運転じゃないんでね、お酒も飲みますんでね。うまいな。ポイントに行きましょう。到着しましたと。で、まあ、餌の付け方がめっちゃ大事らしくて、ここから下からこう針を入れて、はいはいはい、口に刺すんですけど、口に刺す、口がこのひげの付け根のとこ、ここに隠れてるんですけど、はいはいはい、こうめくるとあるんですけど、はい、ありますね。ここに刺します。真ん中に入れて、はい、必ずこの口に刺す。そしたらこっち向けて、ここのところにちょっと針が透けて見えるんですよ、はい、これをこのエビの角があるんですけど、はい、角の付け根のとこに合わせてあげるんですよ。めちゃめちゃ大事なんで。めちゃめちゃ大事ですね。これができないと釣れない。なるほど。ここまで合わせれたら上から軽く押してあげるんですよ。なるほど。で針は少しだけ、はあ、返しまでいかないんですね。返しが出たらダメです、うん、なるほど、わかりました、はい。まあ最初はちょっと難しいかもしれんけど、よし、じゃあ行きます。着底したら3メーター上げると。うわ、トビウオだ。トビウオ、トビウオ、光に集まっていろんな魚が寄ってきてる。来た来た、これは来た。ほら、スタモ、おお、来た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 、おお、来た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 、これはでかいぞ。これ鈴木です。ほら来た来た、しゃあ、でかいし、しかもありがとうございます。こちら今日狙っていた魚、鈴木ですね。今からの時期うまい魚、綺麗なボディですね。いい魚だ。これが釣りたくて今日やってきたんですよ。ほら最高だね。そうだ、だいたい60センチぐらいですかね。しっかり上顎にここにちゃんとかかってます。まあとりあえずね、これで上等かな。家帰ってこれで一杯飲み直すんですよ。じゃあ帰りたいと思います。最高。ただいまということで帰ってまいりました。現在夜の11時半です。いや意外と長い時間やりましたね。でなんだかんだこんだけ釣れました。スズキが 1,2,3 匹、そしてマダイが1匹で、メバル2匹はもらいました。メバルは普通に動画外で食べたいと思います。今日のターゲットはこちらなんですよ。スズキ、今からの時期はスズキが本当に美味しいんです。こうシーバスっていうとなんかちょっとね、美味しくなさそうな、そんなイメージなんですけど、スズキっていうとね、高級魚ってイメージですよね。僕の中でこのスズキとシーバスは違うと思ってます。同じなんですけどね、魚は。で今日釣ってたポイントが、アミエビがいっぱいいたんですよ。もう水中にもすごいたくさんいるぐらい、すごく綺麗な場所で、しかも餌が豊富なところでアミエビを爆食いしたスズキはうまいです。大きいやつだと今から1匹1万円ぐらいとか、そういう浜根にもなってきますからね。そんなスズキを狙いに来ました。自分の船で行けよって思うかもしれないですけど、自分の船だと暗くて怖いんですよ。それに勉強も兼ねて、まあ、遊漁船にはまたちょこちょこ乗っていきます。さあじゃあやっていきますか。今日はもう夜も遅いので今からは食べません。内臓だけ抜きたいですよね。ちなみにサイズがそんな大きいわけじゃないんですけど、まあ大体50センチから60センチぐらいですね。このメバルがでかいんですよね。このメバルが32センチですね。尺越えメバルです。これ貴重な一匹ですよ。まだこう釣れたてなんで、もうプリップリです。神経締めもしてくれてありますんでね。この状態でお刺身で洗いで食べてもうまいんですけど、1日2日ほど寝かしますね。さあこれはいいよ。このスズキはうまい。で触ってる感じめちゃくちゃいい。これが僕が一番最初に釣ったやつですね。これものすごい超えてるわ。魚って大きければ脂が乗ってるってわけじゃないですよね。小さくても脂の乗ってるやつは脂乗ってます。でこいつもいいんだけど、やっぱこっちの方が超えてますよね。もうね、匂いが全然違う。皮とかで釣ってたやつってめっちゃ臭いんですけど、今日のスズキはもう全然匂いが違う。マダイみたいな匂いがしますね。やっぱ魚も育つ環境大事なんですよね。う
わ、これちっちゃいけどいいな。このぐらいのサイズ扱いやすいですよね。とりあえず今日は鱗と内臓だけ取らんと寝れないぞ。で、これマダイ、綺麗なマダイだ。後半ね、マダイのあたりがたくさんありました。結構ちっちゃかったんですけどね、ちっちゃいやつは逃がしてきましたけど、結構ね、当たりはありましたよ。夏のマダイはね、あんまり評判は良くないらしいんですけど、なんかこれ結構超えてそうですよ。良さそう、ものが。まあ、取れる海域によってほんと全然違いますよね。このメバルはいいな。今日、ウタセエビで釣りしてたんで、これメバルとかも混じるんですね。メバルだけもなんか狙えるらしい。そういう釣り方もできるよって言われました。これも25センチぐらいありますからね。これ防波堤から釣れたら嬉しいサイズですよ。よし。ちなみに一緒に行った人はこんなサイズも釣ってます。ほらこれね、70センチアップです。全然違いますよね。僕の釣った一番大きいサイズね、一回り違いますね。本当はこのぐらいが釣れると良かったんですけどね。さてじゃあお腹開けてみましょうか。まあ、頭は取っちゃいますね。頭を落としてで、お腹を割っていきます。さあ内臓脂肪入ってるかな。おバッチリですね。いい魚だ。ほらこれ内臓脂肪いっぱい入ってます。うん、やっぱりね、餌の匂いがします。エビ食ってるから、なんか甲殻類の腐ったような匂い。こうやって浮き袋を取って、で血わたをカキカキカキと、これで水気を取って明日食べましょう。これ小さいけどええな。これめちゃくちゃいいです。このぐらい綺麗なスズキだと、もう肝もうまそうですもんね。マダイは頭付きでいきますか。この梅雨真っ盛りのマダイはどうだ。胃袋パンパンですね。見てみますか。胃袋何が入っているのかシリーズー、まあエビでしょうね。ほらこれ、ほら巻き餌してたわけじゃないですからね。全部アミエビです。これ食べてたんですよね。それはうまいわね。このちっちゃいアミエビを食べてたところに、あの大きいアカシャエビが来たからバクッと食べたんでしょうね。ほんでやはり油もある、うまそうな鯛だ。これ塩焼きしたいな。一品目はこのマダイの塩焼きにしよう。ちょっとメバルも内臓を見ていきますね。あ、メバルもやっぱアミエビばっか食べてますね。うわすげえ、これ油ばっか。いいメバルだな。これも小さいけど物がいいな。ほら油ばっちり。よしじゃあこちら寝かして明日食べたいと思います。じゃあ1日後に移動。はい、では1日経過しました。さあお魚の状態は、死後硬直が始まってますね。このちっちゃいのはね、まだプリプリしてます。そしたら今日はこちらのお魚たちを使って3品作っていきたいと思います。1品目、スズキのお刺身。こんだけ鮮度がいいんでね、お刺身は絶対です。2品目、スズキの天ぷら。3品目、マダイの塩焼き。こちらの3品でやっていきたいと思います。よし、では作っていきます。じゃあこの一番最初に釣った油がたっぷり乗ったやつ、まずは3枚におろしていきます。あ、身が硬い。どうですか、皆さんどのぐらいの寝かし加減が好きですか。僕ね、この池のプリプリとか、あと1日2日ぐらいの鮮度がいい、このちょっとカチッとした感じの白身がめちゃくちゃ好きなんですよね。もうザ僕好みの寝かし加減になってると思います。うわーうまそう、いい具合ですね。魚の寝かし方って奥が深いですよね。でもほんとね、いろんなやり方があるんですけど、もう結局はもう好みなんで、もう正解とかないんですよ。で、スズキはちゃんとここまで、この腹骨のキワキワまでしっかり入れないとダメなんですよね。ここまで。皆さんこの1個手前、ここまでで終わる方が多いんですけど、こうめくってしっかりここ、この白いこのラインが見えるところまで行くんですよね。で、ここの白いラインが見えてしまえば、あとは、ビビビビビと引っ張れば取れますんでね。そしたら、カマを落とします。で、腹骨をすきます。腹もね、分厚いです。よいしょ。この片身お刺身にしましょうか。で、もう片身を天ぷらにしましょう。よっと。はい、こんな感じ。そしたらまず天ぷら用の仕込みからですね。まずは血合い骨が入ってますんで、血合い骨を取っていきます。お節と目節に分けます。
はい、おぶしとめぶしに分かれましたら一口サイズにカットしていきます。まあ、大体このぐらいの大きさですかね。天ぷらなんでね、このぐらいの大きさ、斜めに入れて立てる一口大の切り身みたいな感じですね。こういう感じにしていきます。このぐらいコロッと切っても美味しいですけどね。まあ、ここら辺は好みでやってもらえばいいかなと思います。でお腹の方も一緒ですね。お腹の方はコロッと。はい、そしたらバットにバーッと塩を振ります。そしたらその上に先ほどの切り身を置いていきます。はい、こんな感じ。そしたらその上からまたさらに塩を軽くかけます。薄く全体にまぶしていく感じですね。そしたらこれで冷蔵庫で10分ほど置いて脱水かけます。この作業がめちゃ大事。はい、その間にお刺身いきます。まずこの状態で皮引いちゃいます。油があるから引きやすいと思います。はい、こんな感じですね。綺麗に引けました。そしたら塩水を作ります。で塩水の中にくぐらせて白身を洗っていきます。で釣ってさばいた魚はこれをやると臭みがぐんと減りますんでね。で釣ってきた魚でなんか生臭いなっていう場合あるじゃないですか。一回これやってください。本当に全然変わりますから。僕動画で100回ぐらい言ってるんですけど、もうこれ本当大事なんですよ。もっと広がってほしい。そしたらその水気をしっかりと拭き取る。はい、完成。そしたらお皿に人工海藻を置きます。で、つまを1枚噛ませて、結構今日は角度高めに。そしたらこの塩水処理で綺麗になったスズキの身を、おぶしとめぶしに分けます。中骨を外します。はい、こうですね。そしたら刺身状に切っていきます。盤面を大きくいきますか。このぐらいで、1切れ、2切れ、3切れ。4切れ、5切れと。はい、こういう風に置いて、腹の方の身もコロッと切って置きます。すだち赤入れて、でうちの庭で育てたラディッシュ、なんかブサイクですね。ラディッシュもなんか収穫時期過ぎるとこうなんか大根になろうとするんですね。ずっと丸なもんだと思ってたんですけどね、ちょっと収穫期が過ぎてしまいました。あーでも今朝取ったばっかだからもうすごいみずみずしい。全然違うじゃん、スーパーで売ってるやつと。やっぱ家庭菜園っていいですね。で金魚草やなんかもちょっと添えちゃおう、夏っぽくね。はい、これでスズキのお刺身の完成。はい、そしたら脱水もだいぶできました。かなり水が出てきてますよね。そしたらこちらの水気をしっかりと切っていきます。この和食は作り方がシンプルなので、もう素材の良さ、そしてもう手間暇っていうのがすごい大事になるんですよ。こういうちょっとした手間を惜しまない、それが和食を美味しく作る最大のコツかなって思います。よし、水気取りました。で天ぷら作る前に塩焼きいきますか。まあこの大きさなんで串打ちせずに平焼きでいきます。1本入れて塩をフリ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 、ちょっとたっぷりめでいきます。でお腹の中にもお塩フリフリで、尻尾には化粧塩と。はい、これで焼いていきます。そしたらスズキの天ぷら作っていきます。いい感じに表面がこうしっとりねっとりしてますね。こう吸い付く感じ分かりますかね。これがしっかり脱水できてる証拠ですね。でここに衣をつけて170度で揚げていくと。でそんな火を通しすぎない、もう音が変わったぐらいで OK。 でお塩をちょこっと添えて、ですだちも添えて、はい、これでスズキの天ぷらの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よし、食べていこう。いやー、まずどれからいこうな。揚げたてのスズキの天ぷらからいきましょう。まずはお塩をかけて、ちょっとすだちも絞りましょうか。ではこちら、いただきます。うわ、うんま。
やっぱね、鈴木は天ぷらがマジでうまい。あんま聞かないじゃないですか、鈴木の天ぷらって。でもこの鈴木の天ぷらって実はめちゃくちゃうまいんですよ。これ釣り人界隈では結構有名な話なんですけどね、一般的にね、あんまりメジャーじゃないんですよね。塩焼きするんだったら絶対に天ぷらにした方がうまいっす。まあ、好き好きだけど、それは。僕は絶対天ぷらの方が好き。塩焼きだと鈴木はね、まあ、油めっちゃ乗ってるやつだとうまいんですけど、まあ、そこそこの鈴木だとね、やっぱりちょっとパサつきというか、物足りなさが出ちゃうんですけど、揚げて、この衣と油を追加することによって、ワンランク、ツーランク、鈴木が変わるんですよね。うまくなるんですよ。これはね、ちょっと食べてほしいんですよ。釣り人の方もね、もし鈴木釣ったらね、やってみてほしいです。うまい。うんまっ。これまた本でうめえ鈴木だな。癖もなくて油もちょうどいいな。じゃあ次お刺身行きましょうか。わさびをちょっとつけて、このお腹の一番美味しいところ、ここ行きましょう。醤油に注目。ピシュ。油が浮きますね。じゃあこちら、いただきます。うまい。うわぁ、いい香り。鈴木はこの香りですよね。シーバスの香りじゃないんですよね、これは。鈴木の香りがするんですよ。喉越しもいいなぁ。うわ、本当に美味しいわ。どうしよう。いや、油が適度ですよ。今からの時期、もっともっと油乗ってくると思います。でもこの適度な油、ガリガリでもない。でも油バチバチでもない。適度な感じがね、何枚でもいける。美味しい。次、タイの塩焼き。もうこれはね、外しませんよね。ここ行きます。ここ、ガシッと。で、すだちを。ビュワー絞っていただきます。うん、うまいけど、スズキを食べた後だと劣っちゃうな。美味しいんだけど、天然マダイのポテンシャルはこんなもんじゃねえ。もっとうまくなるはず。んー、あ、でもうまいな、うまいな、マダイも。うん、脂がすごく綺麗。やっぱり口の中に最後に残る後味がこうミルクのような甘みありますね。んー、美味しいな。ごめんなさい、うまいっす、マダイ。先マダイ食べるべきだったな。うん。またこのサイズがちょうどいいっすよね。マダイの塩焼きはこのぐらいが一番うまいですからね。はい、ということで今日はこちらの釣れたてのスズキとマダイの料理ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん、ギオのやつ。フリーでいかせていただきます。あー、早くこのシワシワを体の中に入れたい。喉がカラカラ。はい、こちら七代さんですね。キンキンに冷えております。いただきます。うめえ。釣りっていいな。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は釣れたてのスズキとマダイを使ってお刺身、天ぷら、そしてタイの塩焼き作って食べてみましたけども、どれも絶品でしたね。いや、特にやっぱね、今日はスズキの天ぷら、あれも絶品でしたね。天ぷらの魚ネタと言いますと、まあ、大体キスとかアナゴが真っ先に思い浮かぶと思うんですけど、ほんとスズキもね、一回食べてみてほしい。それキスとかアナゴうまいですよ。うまいんですけど、やっぱり手間かかるじゃないですか。でもスズキってさばきやすいし、ぶどまりもいいし、すげえ調理しやすいんですよね。いやー、本当にうまかったな。今日のは特にすごく美味しかった。まあ、夏場のバッチバチのスズキもね、また動画にしたいなと思います。はい、というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。